同じように、はい、急いでって頭取っていきます。こういった形で、この軟骨の部分に包丁を入れると、すぐ頭取れます。大きいお魚でも、関節で外し上げると簡単に外れますね。ちょっとここから三枚おろしですね。基本的なおろし方で、お腹、背中、お腹ってこう行って戻るような感じでおろすのが一般的なおろし方になります。それでは包丁を入れていきます。最初にですね、皮の方だけ切ってあげて、あとは中骨に沿ってですね、のどっこみを切って包丁を入れていきます。こちらから見ると分かりやすい。最初はこの皮の部分だけですね、外してあげる。あとは中骨に向かってのどっこみを入れて包丁の刃先で感じながら、ちょっとこうのぼしながら中骨に2回から3回で包丁を入れます。両面とも包丁入ってますので、あとは真ん中の部分ですね、くっついてるのをこちら外してあげますと、上の身簡単に外れてきます。外していきますね。外してあげますと、上の身がこう外れてきます。あと本来言うと、これ裏返して、今度先ほど言ったように背中から下ろしてお腹で終わるんですけど、逆にちょっと変わった下ろし方ですね。骨上なんかにして、ね、下ろすっていうのは、カツオなんかもこういった方が魚動かさないでですね、下ろした方が身割れなんかもしなくて綺麗に下ろせます。下ろしていきます。こういった形でですね、今度は先ほどとは逆にですね、下ではなくてこの骨の上に向かって包丁を入れていきます。腰マスク先ほどと同じように両面とも入ってますので、あとは真ん中で同じように外してあげるともう取れた状態になります。こういった形で裏側も同じように下ろすことができます。これで1枚、2枚、3枚の3枚下ろしですね。ヒラメやカレイ、薄いお魚になりますと、ここからさらに半分ですね、この中骨から境目にこう下ろして、これが半分になって5枚下ろしっていうのもございます。あと小魚ですと大名下ろして、このままですね、1回で下ろしちゃうっていう、はい、アジなんか小魚用の下ろし方もございます。頭の下ろし
全部同じに揃えてあげると同じ大きさに切り付けることができます。いいよもう。こんな感じであとは削いでいきますね。こうまな板に押しながら